ポスト米英時代、シリア反政府軍の正体は、サウジカタールトルコの死刑囚、脚本は米英不対バビロン、正義を語るのは無理すんである。投稿者ポスト米英時代日時2013年9月24日10時間21分20秒、シリア反政府軍の正体は、サウジカタールトルコの死刑囚、脚本は米英不対バビロン、正義を語るのは無理すんである。小沢に参院選でボロ負けして、武蔵マンサックス選挙で、不正の返り咲きを果たした安倍氏もひどいが、死刑囚で反政府軍を組織するとは、再チャレンジやリサイクルとしては評価するな。政治運動をさせるとか、世間を舐めすぎであり、その中から暫定大統領を選ぶとか、柳原デブコに受けすぎである。バカすぎで窓際議員だった二席ムチ小泉を、ヒーロー仕立てにするのも笑えたな。永田陽子みたいのとか朝原昌光とか、川又軍司とかレッサーパンダとか、榊原聖斗とか3億円犯人とか、チロの小泉とか佐川和正とか、梅川明義とか変なのを寄せ集めて政権交代を目指すぞ。おお、とやっているのと同じで、国民が支持するわけがなく、どちらが化学兵器を使ったかも調査するまでもなく、まだドクター秀吉とか、マック中松とか東郷健の方がマシで、またアサドが先生とか医者みたいな風貌で、軍服を着ないでサラリーマンみたいな服装なのも好印象で、フセインが土方の親方みたいな格好で、カダフィがボロ布で、カラムーチョみたいな格好をしてたのに比べて、いかにも装飾親父っぽいところがよく、チンピラ小泉とブサイク竹中な、イケメンというか玉三郎みたいな上草を、覗きや痴漢ではめたのが不自然だった以上に難易度が高いわけで、クソジジイは撤収すべきである。アルカイダと共闘などできないと、米軍の8割がそっぽを向いたな、死刑囚と3人揃ってハルラララなどできないし、10割の米兵が大丈夫ですと、派兵を断るはずで、私もキャバクラ無料券を100枚もらっても絶対嫌である。アルカイダもイスラム過激派とかいう触れ込みだな、多分は痴漢と覗き魔と、強姦魔と強盗と、課税法違反と相場で失敗した連中をかき集めて、マグロ漁船に乗るかアルカイダになるか、どっちか選べと集められた変態集団に、みこしは軽くてパーな、いいの海部みたいに、キリストが日焼けしたみたいなビンさんや、チェゲバラほどイケメンではないな。医者のザワちゃんを人寄せパンダに担いだだけであり、もうチョムも文明の衝突みたいな奇弁は言えずに、さっさとおバカ批判に転向中である。おそらく、反政府軍は、俺がみたいな連中ばかりで、ドリフの少年少女合唱団以上にはちゃめちゃで、志村みたいのがアルカイダ音頭を始めて、収拾がつかなくなっているはずである。クソジジイが先頭に立って、まだまだ若いもんには負けませんぞとか、ハチマキでなぎなたを振り回せば、ガングロとかやマンバみたいなアホ娘が、インテリ親父のアサドはクソジジイをいじめるなとかいう、誤った同情を買うことも可能だな。大画面テレビの前で、ヒラリーババと一緒に死んでる死んでる、ウケるなどと不謹慎なことをしているようでは、形勢逆転は無理であり、侵略は諦めることである。年中が植民地時代を、森田浩一みたいに懐かしむ気持ちはわからなくもないが、携帯やネットをばらまいて、Twitter まで押し売りしておいて、昔ながらのやり方でシリアを占領しようとしても無理であり、兵隊も死刑囚で組織するとか、イメージ戦略がなさすんでアホである。私が年中の軍師だったら、前科者を使うにしても、結婚詐欺とか恋人商法で捕まったのとか、美男美女を選抜して光源氏48とか、道玄坂48を十字軍に仕立て上げて、オバタリアン安家で親父の講演会を作ってから派兵して、堅物のアサドはビン様をいじめるなとか、そういう方向に持っていくな、シャレにならない死刑囚で組織するとか、怖すぎてバカ丸出しである。もう若くない里、バンバンみたいに白旗を上げて、バビロン帝国をもう一度は、諦めることである。ポスト米英時代、米英不対バビロンはシースルーの王様である、ダマスゴミという煙幕が無力化したからである、秘密法制定も無駄である。投稿者ポスト米英時代日時2013年9月24日14時間8分52秒、米英不対バビロンはシースルーの王様である、ダマスゴミという煙幕が無力化したからである、秘密法制定も無駄である。今や30億人のネットユーザーな、芸能レポーターの梨本や生ハゲみたいに、悪いクソジジイはいねえかと、年中無休で24時間、ネットで連中を追いかけ回している状態である。最初のうちは、連中のパシリの悪さに目が行き、パシリに腹を立てているだけだったが、パシリ投資問答をしているうちに、背後に宇宙人だの爬虫類人だの、未来人だのと変なのが出てきて、そんなゲテモノにはかなわないと、人類も一度は観念したが、どうもその連中の背中を見ると、チャックがあるし、言うことが荒唐無稽で、ハリウッド的というか電通的であることに気がつき、秘密結社とかいうのも町内会のジジイみたいな陰検査で、こいつらプロ野球や J リーグみたいに、いっぱいいろんな組織があるみたいだけど、共同仕入れの他業態飲食店と同じで、全く同じ食材を使っている匂いというか、小田急線のホームに国士官の生徒がずらっと並んでいたのと同じで、爪襟の色を変えているだけで、クソジジイに一本化された体育会系組織が、大部屋俳優みたいに出番を待って、とっかえひっかえ出てきているだけだとバレてしまったわけである。その余波で、バレたまま相変わらずの調子で嘘を流し続けたマスコミが、マスゴミに進化し、とうとうだマスゴミの栄誉を受賞するに至り、何を報道しても視聴者、購読者に、ご冗談でしょうと受け止められて、最初はゲッテルス方式でしつこく嘘報道を続けたものの、スマホ時代には逆効果で、一座全体がお笑い扱いされてしまい、とうとうアサド先生とプーチン共闘に、ちみちみ授業中にふざけるのはいい加減にしたまえと注意されて、とりあえず体育館の裏でうんこ座りしながら、前後策を考えているのが今のクソジジイたちの置かれた状況である。裸の王様に例えると、連中もパシリもスケスケ水んどころか、シースルーの服を着ている状態で、
連中としては隠しているつもりだな。丸田組を書いた手帳もスケルトン上で丸見えで、お財布のありかもバレバレで、脳みそもパカッと外して覗かれる始末で、思考盗聴をしていたつもりが、自分が覗かれているという状態で、私もこの夏は、あまりの暑さで全裸で山手線に乗り、車掌に毎回叱られていたな。連中は年中無休で全裸で新橋の SL 広場を行進しているような状態で、もう何をやっても、トリガー飛行機だ、スーパーマンだーみたいに我々をびっくりさせたり、ワクワクさせたりして騙すことができず、戦争詐欺を起こしても金融詐欺を起こしても、またお前かという目で見られて、どうせ新手のカツアゲ手法だろうとしらけて受け止められてしまい、何をやってもうまくいかないのである。氷河期世代は平成のジャンバルジャンだな。家を諦め、結婚も子供も諦め、車も諦めてそれでもまだ締め上げてくるクソジジイに、さすがに切れて職場でサイレントテロを始めたな。最初はトイレットペーパーのお持ち帰り程度だったな。この夏は、冷凍庫の中で家とか涼んだり、醤油ぐらいいい色ね、味噌ぐらいいい色ね、米ぐらいいい色ねとどんどんエスカレートしていき、次の日に店主が店に顔を出すと、居抜きの貸し出し物件みたいになっていることが目立ってきたそうだな。これから大企業の派遣社員も霞が関ののんきゃりも、同じことを始めて、上にどんどん玉突き現象が起こり、パシリがクソジジイの金庫に手を突っ込むのも時間の問題で、米兵も戦車ぐらいいい色ね、戦闘機ぐらいいい色ね、核爆弾も記念にもらっていい色ねということになっていき、連中の軍事力を背景としたアメとムチに、終止符が打たれることになるわけである。それを防ぎたいから、秘密をばらしたら銃殺だ後、秘密保護法の制定を急いでいるわけだな。シースルーのクソジジイがそんなことをしても無駄で、昔それは秘密ですという番組があったな。ネットでこれが秘密ですという番組が始まり、はーい皆さんこんばんは。今日も早速匿名希望の秘密さんからお便りが届いているので読み上げたいと思いますとか、DJ がノリノリで発表してしまい、連中が特定秘密を認定するそばからバレバレになってしまい、連中も何がバレてて何がまだ大丈夫かわからなくなってしまい、パシリも指示が2点3点するクソジジイに振り回されてやけクソになり、女子高生の売りみたいに、秘密を売る側になってしまい、クソジジイは誰も信じることができなくなり、クソジジイ同士もお前がバラしたんだろうと殴り合いの喧嘩になり、隠して秘密が何もなくなってしまい、連中も手の打ちようがなくなってくるわけだな。もう昔のようにスプーン曲げだのこっくりさんだのに騙されてくれる無邪気なガキもいないし、サンタクロースが家宅侵入で逮捕される時代で、コウノトリやおしべめしべの話を言い聞かせる時代ではなく、せめて高校出るまではエッチを我慢しなさい、そうすればお父さんがキャバクラに連れてってあげるからと、交渉しなければならない時代で、そんな時代に詐欺商法の肝は極秘扱いだなどと言われても、レシピがコンビニのエロ本コーナーの隣に並んで、サオタケヤとクソジジイはなぜ儲かるか500円を、買ってくれればまだしも立ち読みされるだけであり、指切り幻漫嘘ついたら嘘吐いたら一本落とすという、ヤクザ方式ぐらいにしないとダメだな。それも指なし官僚や指なし記者だらけになり、切り落とす指がなくなるだけの話でやっぱり無理である。もう、独り占めのできない時代になったことを悟ることである。ポスト米英時代、来年スコットランドが独立するときが、米英仏イバビロンを潰すチャンスである。ケネディはアイルランド独立の母になるべきである。投稿者ポスト米英時代日時2013年9月24日22時間23分19秒。来年スコットランドが独立するときが、米英仏イバビロンを潰すチャンスである。ケネディはアイルランド独立の母になるべきである。来年の住民投票可決は確実だそうだな。それと前後して、アイルランドもウェールズも独立し、大英帝国を文字通り四分五裂にして、イングランドというか白色偽ユダヤを丸裸にして、米国と偽イスラエルのコントロールタワーを破壊すべきである。その際に、おそらく人類未曽有の人気を獲得すると思われるケネディを、連中の人寄せパンダではなく、ケルト民族の卑弥呼として活用し、米英時代を終わらせ、NWO も打ち砕き、似て非なる世界連邦化のリーダーとして、プーチンとセットで大活躍してもらうことである。そして連中に、ガベーにされてしまったネサラ実現に奔走してもらうことで、米国駐日大使などという肩書きは、タイミングを見て金繰り捨てることである。米国大統領になって、ヒラリー・ババを引退に追い込むのも楽しいが、オンボロ合衆国などに未練を残さず、世界合衆国の初代女王になるつもりで邁進し、ババダベスの偽王室を廃着に追い込むことである。イングランドに散々脇役扱いされてきたアイルランドこそ、スラブの雄とのペアにふさわしく、米英時代の終焉を告げる歴史人となるべきである。それか、とにかく日本で絶大な人気を博し、恐れ多くも皇室以上の人気を呼ぶことは確実だから、よければ日本に帰化して、古代イスラエル復活の助っ人酋長になるのも一興である。もはや白色偽ユダヤ以外は家族も同然で、連中にユダヤを名乗ることをやめさせるには、それくらいの儀式が必要であり、ケルト立て直しもよしだし、古代イスラエル立て直しもよしだし、その象徴になれるノハケネディぐらいのものである。親のあだの連中の人寄せパンダで終わるのではなく、連中を討ち取る女クラノスケになることである。